長野県上田市にある真田の里。有名な真田氏発祥の地です。発祥の地って改めて調べてみると、ある物事が初めて起こった土地、とても大切な場所なのでしょう。真田といえば上田城が有名なのですが、その前に住んでいたと言われる館と城が残っているそうなので見てみましょう。ここは真田市記念公園です。国道144号線沿いにあって、里の入り口ということでしょうか。近くには雪高、正幸、雪村のレリーフ像があり、結構力が入っています。そこから国道をしばらく進み、途中を右手の山に向かっていくと真田氏館跡があります。ずっと坂を登ったので、なかなか高い場所まで来ましたね。館跡への道は看板がたくさんあるので、とても分かりやすいです。真田氏歴史館は落ち着いた和風の建物。無料駐車場は周辺にいくつもあり、私は真田氏歴史館の隣を利用しました。真田庵という食事処があります。250円払って入館します。六文銭の隣にたくさんの色紙が、大河ドラマ関係をはじめ歴史研究家の方の名前も見えます。真田幸村の銅像の上には真田十勇士が。ほんとここってヒーローばかりですね。この先が資料が展示してあるエリアなのですが、残念ながら撮影は禁止。中には真田氏の歴史や真田本城の模型、NHK 時代劇で使われた鎧などが展示されていました。歴史館の前の道を下っていくと、お屋敷公園第三駐車場があります。この辺りが館の一番端となり、大手門も近いので移動してみました。トイレもありますのでいいですね。この館は真田氏が寝小屋として日頃政務を取り生活をしていたと考えられる場所です。東西に長い四角い形をしており、東が高く西が低い地形となっています。防御施設として周りを総延長520メートルの土塁が巡っています。館の正面入り口大手と裏口絡め手が南と北に開かれ、東南のへこんでいる部分には小さな東門があります。この館は保存状態が大変よく、ほぼ全てが当時のまま残っているとのことなので、大変貴重ですよね。大手門に向かいます。ここが館の正面ということなので、立派な門が建てられていたのでしょう。左右を見ると土塁がこの手前でカーブしていて、入り口が引っ込んだような場所にあるのがわかります。これは敵を周りから攻撃できるマス型のような構造となっているためで、私が立っている場所は左右から矢が飛んでくるキルゾーンということですね。入り口には石積みがありますので、なかなか立派な作りです。中に入ると広い空間が広がっています。ぐるっと周囲を土塁が囲んでいるのがわかります。そして何と言っても周りの山が綺麗です。館の中からですが、眺めが非常にいいところですね。北東の隅に馬屋跡という看板があって、土塁によって区切られたスペースがありました。ここには馬が飼われていたのでしょうか。大手の反対側、館の北側には裏口である絡め手があります。こちらには大沢川が流れており、
より攻め込まれにくい地形になっていたのだと思います。外から見ると土塁の高さは結構ありますね。ただし裏口ということで土塁にカーブはなく簡単な作りとなっています。ちなみに東の入り口も残っています。ここは館がへこんだ場所にある小さな出入り口で、どうやら付近の城などとの連絡用に使われていたようです。さてちょっと離れて見てみると、館の入り口がある西側は低い位置にあるのがわかると思います。では反対の東側はどうなっているのかというと、高台となっており、そこには現在神社が建っています。この高台神社なんですが、近づいてみると鳥居の奥の石段の上に真田の六文銭をまとってぬっと現れ、とてもかっこいいんですね。この神社のある場所には樹木があり、それが神秘的な雰囲気を作っているのかもしれません。この神社が建っていたところに真田氏の御殿があったようで、この館は二段構造になっていたことになります。この本廓を二段にするのは真田の城造りの特徴と言われており、確かに上田城本丸も高い場所と低い場所に分かれているんですね。この館と上田城がつながっていると考えるととても面白いです。この神社は館を離れることとなった真田昌幸によって建てられたと言われています。昌幸はこのまま館をほっぽらかしにするとここが荒れてしまうかもしれないと考え、神社にしようと思ったようなのです。確かに神様の場所ならば勝手なことはされなそうです。真田家にとってここは大切な場所だったのですね。川を背にして周囲に土塁を配し、それなりに防御機能を備えた真田氏の館ですが、これだけではちょっと不安です。そのあたりはどうなっていたのでしょうか。真田の里は殿城山の西にできた扇状地、そしてその周りはぐるっと山に囲まれています。メインとなる上田方面からここの里に入るのには国道144号線が通っている日野沢か上田ローマン橋がかかる神川の谷の2つのルートしかありませんでした。なかなか防御に有利な地形なんですね。そしてそれに加え、周囲の山々にはいくつもの城が築かれていました。真田氏館の近くにあったのが真田本城。この城が館を北東から囲むように配置され、いざ戦いとなればここにこもることができたのです。城にはここから車で行くことができます。上には駐車場があり、ゆっくり見学することができます。そして六文銭がついたかっこいいトイレもあります。この場所からですと城の裏側から入っていく感じだと思います。段々の一番高い場所に本車があり、そこから右手方向の尾根に車が続いています。本車の裏側は堀切りで防御していたようです。そこから一度登って下ると2の車、3の車があります。見学ルートとしては最初にゴールという城となっているので、一度3の車まで下ってから攻める気持ちで来た道を戻ってみようと思います。三の車の先までやってきました。切り岸って書いてありますね。これは斜面を削って登れないようにしてあるもので、この先はものすごい断崖となっています。この城はとても細長い尾根にあり、幅はほんとこの見える範囲しかありません。下に腰車という細長いスペースがあり、敵兵がこの辺りから登ってくることになるのでしょうか。ここは小口で坂を登って3の車に続いています。2の車とはなかなかの高低差があります。
登った先も細長いスペースが続いています。これは過去最高に見にくいな。この車の下には石積みで囲まれている部分があります。この石積みは当時一体どのあたりまで続いていたのでしょうか。一番上が本車。この高い場所には物見櫓などがあったのでしょうか。周りの木がなければ周囲を一望できるはずです。こうやって見てくると真田本城は単純に廓がまっすぐ並ぶ小さな城のように思います。ですが図を見てみると3の廓の先には小さな廓がずっと続いていて、またこれもかなりきつそうな斜面ですよね。ここを下から登ってきてやっと突破して先に進んでも兵が展開するスペースもなさそうです。急坂の下で足場もままならないまま攻撃しなければならない敵兵に対しては、細長くても平坦なスペースの高台にいられる防御側の方がかなり有利な状況ですよね。これが山城の力なのだと思います。真田本城からは真田の里がよく見えます。館の奥にあるのが砥石城、そしてその向こうに上田の町ですね。昔はこんなたくさん建物はなかったのでしょうが、山や空の広がり具合はきっとこんな感じだったのでしょうね。真田の里の奥にある渓谷、川のそばには巨大な岩がせり出しています。昔はこの辺りに鬼が住んでいたという話が。人の手ではどうにもならないような自然の力を感じます。そしていかにも忍者が修行していそうな場所ですよね。真田重雄氏の話が出てくるのもこのような里の環境が関係しているのかもしれません。真田の里からは群馬県の岩櫃城や沼田城方面へつながる道が伸びています。そういえば真田家が関係する城って群馬県北部から長野県上田につながる細くて変な場所にあるなぁと思っていたんですが、この里から始まった勢力なのでそのようになったんですね。このチャンネルでは岩櫃城や上田城の様子も紹介していますので、よろしかったらそちらもご覧ください。余談ですが、真田氏館には17番ホールみたいな旗があってマレットゴルフ場となっているようなのですが、確か伊那の大島城でも見たような気がします。もしかすると長野県の方は城跡をゴルフ場にするのが好きなのでしょうか。知っている方いらっしゃいましたらコメント欄で教えていただきたいと思います。ということで今回は真田の里の館跡と本城の跡を紹介しましたが、他にも見どころはたくさんあるそうなので、ぜひ訪れてみてください。